フリギア。フリギアは、古代アナトリア、現在のトルコ中西部の地域名、王国名である。フリギアプルギアとも表記する。フリアは、インドヨーロッパ語族のフリギア語を話す人々で、おそらくヨーロッパから、紀元前12世紀頃移住してこの地域を支配し、紀元前8世紀に王国を建てた。しかし、紀元前7世紀末頃キンメリア人の支配に屈し、 その後隣接するリディア、さらに、ペルシャ、アレクサンドロス3世、大王とその後継者たち、そしてペルガモン王国に支配された後、ローマ帝国領内の地域名として名を残した。フリギア語は6世紀頃まで残った。フリギアはギリシア神話にもたびたび登場する。また、ホメロスのイーリアスなどにも神話的なフリギアの歴史が登場する。 神話中のフリギア王はゴルディアース、またはミダースを名乗っている。またタンタロス、リディ,ディア王とも言うを、フリギア王とする伝承もある。トロイ戦争より前に、貧しい農夫、ゴルディオス、または、ゴルディアースが神託に従って、初代の王となったという。フリギア人は、テルミッソス、古くはフリギア、後にガラティアとなったに祀られた、サバジオス、サバチオス、 ギリシャ人はゼウスにあてるの信託に従っていた。彼らは信託により、神殿に初めて牛車で来た男を落とした。それがゴルディアス、またはゴルディオス、ゴルディウスである。彼は車を奉納して縛り付けた。これがゴルディアスの結び目であり、後のアレクサンドロス3世、大王が切った話で有名ある。ゴルディアスはアナトリアを循環する主要を後のペルシャの 王の道に望んで、首都、ゴルディオン、または、ラテン語でゴルディウムを建設した。二代目とされる、ミダス王は、いろいろな神話に登場する。まず、トラキアにいたミダスはシレノスを助けたことで、ディオニューソスに感謝され、触れたものすべてを黄金にする能力をもらった。しかし、何でもかんでも黄金にしてしまう手に困り、この、穢れをパクトロス側で払うために、アナトリアにやってくる。 彼は川に黄金を残した後、砂金の起源説は、ゴルディアス王と、女神キュベルに養子として認められ、次の王となる。また別の話では、ミダスはアポローン、縦ごとと、パーン、パンの笛の音楽合戦の審査員に入ったが、パンの勝ちとしたため、怒ったアポローンに、ロバの耳をつけられたという。ホメロスによれば、フリギアははじめサンガリオス側、 現在のサカリア川のほとりに建設された。トロイアの王プリアモスは若い頃、フリギアがアマゾンに襲われた時に、これを助けた。プリアモスの妻ヘカベはサンガリオス川沿いに住んだ、フリギア王デュマスの娘とされる。その後フリギアは、トロイア戦争でトロイアに援軍を送ったが、これはアスカニオスとポルキュスに引きられていた。 彼らは、フリギアのアスカニア地方の出身とされる。また、リュマスの息子で、ヘカベイの兄にあたる、アシオスも、フリギアの貴族であり、やはりトロイアで戦った。ホメロスの記述では、アスカニアとサンガリオス川沿いのフリギア人の関係は、明らかでなく、別の王をいただいていたようにも考えられている。は、紀元前12世紀頃アナトリアに入ったと見られる。これは、ちょうど、 アナトリア中央部のヒッタイト帝国が崩壊した頃に、当たるが、フリギア人が直接それに手を貸したか、それともただ混乱に乗じただけかは定かでない。ホメロスによれば、フリギアはサンガリオス川のほとりに建設され、後には、ハルス川、現在のクズルールマク川の西、ミシアとリディアの東に位置するとされた。紀元前8世紀のアッシリアの記録には、マシュッキーの王を見た。 見たなる人物が出てくるが、これは、フリニアのミダス王を指すと考えられている。ムシキは、トラキア西部、後のマケドニアにいたという部族モスキ、モスキーと同じとする考えもある。ムシキは、メソポタミアに侵入したこともあり、紀元前709年の記録で、ミタ王は、アッシリアのサルゴンセ世の同盟者とされている。この時代には、マセドキと呼ばれる、な、 フリギア制度期が知られる。フリギアはしばらく強力な王国として栄えたが、最後はアリディアに降った紀元前7世紀。紀元前8から7世紀にかけて、ゴルディアスとミダスを交互に名乗る王のもとに、ギリシャや東方の国々と緊密な貿易関係を維持した。アナトリア東部の派遣はしばしば変化したが、フリギアはそれらと共存できたようである。 紀元前8世紀から7世紀頃の金メリア人のアナトリア侵略によって独立フリギアの歴史は終わった。伝説では最後のオーミガスは金メリア人の攻撃に相違いしたという。またヘロドトスによれば首都ゴルディオンは紀元前696年金メリア人に破壊されたという。ゴルディオンは紀元前675年頃に激しく破壊された。 ことが発掘でも明らかになっている。ここでは有名なミダス王の墓、実際にミダスのものかどうかはわからないが見つかっており、これは巨大な墳球の下に規格があり、様々な副葬品を含む。ゴルディオンには後にも多くの建設が行われており、これは紀元前6世紀のリリア王アリュアッテスによるのではないかと言われる。その後も弱小王国としては存続し、 美術や文化は栄えた。キンメリア人はアナトリアに泊まったが王国は作らなかった。紀元前620年頃リディアがキンメリア人を撃退し、フリギアはリディア帝国に組み込まれた。また以前のフリギア東部は紀元前585年にメディア王国の手に落ちた。ヘロドトスによるとアルメニア人は紀元前7世紀頃バンコ周辺に移住した。 フリギア人の植民者だという。ただし言語学的にはフリギア語とアルメニア語の関係ははっきりしていない。リディアは紀元前6世紀のクロイソス王の代に、フリギアを完全に平丼した。しかしクロイソスは紀元前546年ペルシャのキュロス大王に敗れ、フリギアもペルシャに降った。ついで、ダレオス一世紀元前522年即位は古くからの 貿易道を王の道とし、総督、サトラップを置いて支配した。フリギアの総督府はダスキュリオンに置かれた。これ以後、フリギアは文化的独自性を失い、ヘレニズム及びローマの時代にも受動的になった。紀元前333年、アレクサンドロス大王はゴルディオンを通りかかり、サバジオス神殿にあるゴルディアスの結び目を切った。 この結び目を解いた者はアジアの支配者となるという意見、おそらくこれ自体、大王の自責に絡めて懸念されたのだろうがあった。大王によりフリギアはヘレニズム世界の一部となったが、彼の死後、後継者たちは特にアナトリアの覇権をめぐりそうことになる後継者戦争。その後ヨーロッパから侵入したガリア人がフリギア東部を支配し、ここはガラティアとなった。 まもなくゴルディオンはガリア人によって破壊され、歴史から消え去る。紀元前188年にはペルガモン王国の支配下に入った。さらに133年にフリギア西部はローマ帝国に併合された。ローマはフリギアを分割し、北東部はガラティア族州、西部はアシア族州として、正式名としてのフリギアは消えた。 ただし通称としては1453年、東ローマ帝国の崩壊まで使われる。フリギアは古くから独自の文化で知られ、ギリシャ神話などを通じて、ギリシャローマの文化に大きな影響を与えた。有名な女神キュベレは元来フリギアの山岳地帯で山の母、第一母神として信仰されていた。フリギア風の姿では長いベルト付きドレスを着、 長い帽子と全身を覆うベールをかぶっている。後に、ギリシャの彫刻カーゴラクリトスにより、ライオンを従えて、片手にタンブリンのような太鼓を持つ姿で表現され、この姿でギリシャ、またローマでも信仰された。キュベレの息子にして、愛人とされる、死と再生の神、アッティスも、キュベレと共に信仰された。また、フリニア人は、馬に乗った、父なる、天空神。 サバジウスを祀った。ギリシャ人はサバジウスをゼウスと集合したが、一方でローマ時代に至るまで牙関係の神としても信仰された。フリギアからは音楽がギリシャに伝えられ、フリギア戦法の名が現代にまで伝わる。日本のパイブを持つ管楽器アウロスもフリギアに由来する。神話のミダス王はオルペウスから音楽を教わったというし、 ロガの耳の話も音楽に関係がある。フリギアの名は、さきの曲がった三角帽子、フリギア帽でも知られる。ギリシャの肖像では、フリギア人に限らず、トロイアの王子パリスもフリギア帽をかぶっており、また東方由来のミトラス神もフリギア帽をかぶった姿で信仰された。フリギア帽は、ローマ時代には、解放奴隷の被り物とされ、 近代に至って自由を求める革命家の象徴となった。フリギア語はギリシャ文字に似たフェニキア文字系アルファベットで書かれ、王国時代、コフリギア語及びローマ時代、シンフリギア語の碑文が知られるが、いくつかの単語以外はほとんど解読されていない。陰王語に属すことは知られているが、他の言語との関係はよくわからない。そのため、 フリギアに関する情報はほとんどギリシャの記録に頼らざるを得ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。